ありがとうございます。改めまして、皆さんこんにちは。モンスターキャッツです。ナナミです。ヒュアです。ゆずきです。ショーンです。はい、今日は求愛的なお友達スペシャルに出演させていただきありがとうございます。ありがとうございます。大牟田市でデビューしたダンス&ボーカルユニットです。名前がモンスターキャッツということで、略してモンキャで覚えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん盛り上がってますか？はい、2部もまだまだこれから続いていくので、ぜひよければ皆さん一緒に楽しんでいきましょう。いきましょう。はい、それでは次の曲聴いてください。 Hold my hands。iTunes やサブスクなどの音楽アプリでも私たちの歌聴けるようになってます。
ぜひライブ以外でも私たちの歌聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは次歌う曲は、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、なんか私たちもとてもこの曲を聴くと勇気もらったり、自信をなんか取り戻したりとか、本当に私たちには欠かせない曲を今から歌うんですけど、こんな素敵な曲を皆さんにも共有したいなと思って今日セットリストに入れました。ぜひ歌詞にも注目しながら聴いてみてください。はい、では行きますよ。はい、なんで笑ってるの？なんで何？かわいいなと思って。ありがとう。それでは次の曲聴いてください。スタンドアップ。何度でも立ち上がれる、何度でもまた一から、何度でもまた一緒に、いろはにどれみに ABC、 何度でもまた笑顔で、何度でも会える日まで、何度でも歌い続け、いろはにどれみに ABC。
も、福岡ボケットさんで、ライブさせていただくので、ぜひよければ皆さんお越しください。待ってます。待ってます。はい、そしてモンスターキャッツ、なんと6月にセカンドワンマンライブを開催することが決定しました。メイが低いな。日にちが6月11日の日曜日で、会場はザ・ブードゥーラウンジさんです。はい、そして2部制となってまして、両部合わせて300名観客動員することを目標にしました。今日から手売りでチケットも発売していくので、皆さんぜひ6月11日はおもけのまんまにお越しください。お待ちしてます。待ってます。はい、それではこの後ライブを楽しんでてください。以上、モンスターキャッツでした。ありがとうございました。